はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、結局カルってブツマ複合のその他 LB と4連ブリジャジャどっちが効果力なのっていうのを今回検証していきたいと思います。まあカルの SLB なんだけど、まあ言わずも知れた不遇中の不遇のブツマ複合タイプとなっております。そしてダメージが物理でも魔法でもなくその他という括りになってますので、キラーが乗らない仕様となっております。なのでこれがどう響いてくるかなんだけど、倍率が単純にめちゃくちゃ高いと。なのでまあその倍率が高いその他のブツマ複合と、まあ、単純に高火力な4連ブリジャジャどっちがダメ出るのっていうのを今回検証していこうと思いました。で試していくのは結局ブツマ複合だから、どっちかが硬い敵だともうお話にならないから、まあどっちも刺さるやつでやっていこうかなと思います。じゃあ早速検証していきましょう。はい、じゃあね、今回はサンドウォームくんに相手していただこうかなと思います。最初は SLB から見ていこうと思うので、ブツマ複合のその他となってますので、攻撃と魔力を共に高める必要がありますと。攻撃は6450、魔力は6833、アビリティ倍率、ブグ倍率、LB ともに全てマックスという形にしてあります。装備で気をつけた点は、攻撃と魔力値がとにかく等しいものを選んで装備を組んでまいりました。これは降臨で獲得できる装備。で、青魔導士フィーナのスパトラ。これもみんな持ってるね。で、これはクラサメのスパトラ、コーマ70。そしてユーナのスパトラでコーマ55となってます。アビリティは青き輝き。これ肝だね。スターライトエレナのスパトラで、ブツマでどっちも150のブグ倍率が乗ると。で、不滅の閃光。攻撃アビリティが若干足りなかったので、ステアップとステータス範囲率アップ50。で、ラスト枠が余ってしまったので、バーストストーンと、まあ、バーストストーンってよりかは、幻獣のステータス範囲率 100% をつけてます。ビジョンカードはこれが一番合うと思いました。攻撃魔力ともに100。で、さらに攻撃と魔力が 50% 上昇する霊式のビジョンカードがいいかなと思います。で、バッファー、デバッファー、壁は全く変えずに同じパーティーでダメージ検証をやっていきたいと思います。まずそしたら、セーリスで LB ゲージを自身800回復していく。エアリス、LB と、LB250 とステータス400バフをかけていきます。で、エッジはどうしようかな。一旦防御。で、カルも一旦防御。で、今回カルのスーパー LB は、ブツマ複合のその他となってますので、まあ、キラーは乗らないはずというか、乗らないので、エッジの SLB というか LB 使って虫キラーの付与はしませんので、やっていこうと思います。で、戦う防御、LB 使って氷の威力アップ、で、やっていく防御、で、カルはやることがないので防御、で、エッジもまだ防御でいいと思いました。さあ、OK かな。で、敵の攻撃は、まあ、端線が全部かばってくれる。で、敵の攻撃、通常攻撃、まあ、全部かばう、引き付け回避 100%。で、流砂の準備だけしているって言ったら、敵にアイテムぶつけるか、全体回避で OK。かわせる。で、エッジでデバフを入れていく。防勢88デバフ。カル自己バフ入れる。で、あとの2人は防御。OK。これで全ての準備が整いました。ラストは彼の SLB 入れていきたいと思います。で、敵の攻撃脱皮。ラスト、竜砂だけが飛んでくる。で、じゃあラストは彼の SLB やっていきたいと思います。威力は約10万。防勢の88デバフ。で、一応キラーに関しては書いてはあるんだけど、全く無意味となっております。さあ、じゃあチェイン合わせていきたいと思います。エッジたちは青の波動、セトリス使って4連タッグアタックを決めていきましょう。10チェインぐらいしたら、カルをして、エッジたちの青の波動でいいんじゃないかなと思います。OK かな？うん、いい感じだね。サンドウォームを一撃で倒せるぐらいの火力ではあると。で、言うてダメージはいくつ？ 30 ぐらいか？おー、いいね、いいね。31億というダメージを叩き出すことができました。おそらく周りのキャラクターはほぼ無干渉だからそうだね。カル一人で31億の SLB という形になりました。じゃあ続いて、キラー込みの4連ブリジャジャ見ていきましょう。はい、じゃあ続いて、キラー込み4連ブリジャジャ見ていきましょう。まず、カルの装備は魔力特化に大幅変更が入りました。魔力値は7120。アビリティ、ブグ倍率、虫キラーは全てマックスの装備。アビリティ構成となっております。ビジョンカードは、エアリスの固有ビジョンとなっております。
さあ、じゃあダメージ見ていきましょう。で、先ほどと違って虫キラー140、防衛デバフは88と虫キラーが大幅に伸びていることがわかるかなと思います。さあ、じゃあ4連ブリジャー合わせていくのはエアリスのフレイムファング、そしてセリスと、エッジの青の波動に合わせていきたいと思います。タイミング的には多分トントンで、まあ、チェインが途切れ始めるくらいにトトンっていう感じで OK かなと思います。これで綺麗に、うん、全部4連入ったね。で、ダメージは、うーん、なんか遜色なさそうな気がするよ。さあ、どうだろう。ダメージは30億というダメージになりました。だ、結果あんま変わんないね。キラーモリモリの SLB とブツマ複合、まあこれはちょっとね、あの SLB を使ってるから総合ダメージはちょっとあんま意味ないんだけど、あの手前にね SLB 使って4連クロマトが使ってるから、あのあんま意味ないんだけど、だ参考なのは最後の30だね。で、考えると、まあ、ほぼ同じダメージを出せるという結果になりました。だから場合によっては4連クロマがこう収まらないケースがあるから、その場合はキラー枠も取らないし、ブツマ複合のその他でも、いやーでもそうか、敵によるね、敵が攻撃に寄せてたり、魔力に寄せてたりとか、まあ、防御か精神に寄せてるだとちょっと使いにくいけど、どっちもいけるようだったら、狩るワンチャン、キラー枠も使わないから、輝く可能性はあるんじゃないかなと思うので、まあ、使い方次第だね。結局、運営に生かすも殺されるも、まあ、もう運営次第だからね。まあ、そんなん全キャラそうなんだけど、まあ、ちょっと難しいキャラクターかなとは思いますが、同等で比べた場合、火力は同等という結果になりましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、またねー。